こんばんは。この枠はファイナルファンタジー4 iOS 版のプレイ配信となっております。今回は第12回でして、今回でもうついにラスボスまで行ってしまいましょうかね。というわけでやっていきましょうかね。まあ、前回の配信では、まあ、月の地下渓谷、まあ、この今作のラストダンジョンなんですけど、そこに入って宝箱とか回収しながらダンジョンの中盤ぐらいまで進んできました。全体の本当に真ん中ぐらいの位置ですね。なので今回は残りのダンジョン攻略しつつ、アイテムとかも回収して、まあ、ラスボス撃破、そこまで行きたいと思っております。ちょっとですね、今回病み上がりということもあって喉を痛めておりますので、いつもより声が聞き取りにくいかもしれませんけれども、ご了承ください。さあ、前回のセーブポイントの部屋ですね、そこを出てから進んでいくと、ここに剣がありますけれども、この剣もですね、エッジの前回取ったのが何だったっけな、ムラサメだったっけ、ムラサメみたいな、まあキャラの最強武器、ここに安置されておりますので、ゲットしましょう。ゼウス様の忌み嫌うこの剣の力、解放するわけにはいかぬ。剣ですね、この剣を守っているのがダークバハムート。本家のバハムートと比べると結構強いですね。メガフレアいきなりぶっ放してきます。まずは回復しましょう。今ターンが回ってるのはエッジか。エッジにはとりあえず雲の糸を投げさせておきます。スローが確か効くんですよね。スローにしてしまえば怖くないです。カウンターのフレア、これがちょっと痛いですね。ローザはとりあえずどうしようかな。カウンターのフレアが怖いので、まずはシェルですかね。全体掛けしておきましょう。ダークバハムートに対して召喚魔法を使うとですね、開幕使ってきたメガフレア、これをカウンターで使ってきますので、リディアは基本手を出してはいけません。手を出すとしたら味方にリフレクをかけて、それをさらに反射させる感じですかね。基本物理攻撃で攻めていくのが一番かなと思います。ただこちらの物理攻撃に対しても敵は物理攻撃で反撃してきますからね。ブリンクとかで身を固めておかないといけません。さらに怖いことにですね、このダークバハムート物理攻撃に対してだいたい3割か5割ぐらいの確率で即死の追加効果がありますので、殴られてそのまま戦闘不能になるという恐れもあります。基本殴られないようにしたいですね。リディアはとりあえず味方を補助する召喚獣でも使っておきましょう。アスラとか呼んでみましょうか。アスラを召喚するのはこれが初めてですかね。アスラの祝福。アスラは3つ顔がありますけれども、普通の顔、これはケアルダですね。顔が3通りありまして、その顔に合わせた魔法の効果っていうのが得られます。ケアルダかプロテスかレイズ、そのいずれかが味方の全体にかかりますね。敵に使う召喚獣ではないので、まあ、こういうダークバハムみたいな召喚攻撃に反撃してくる敵に対しても安心して使えますね。リディアはやることがないですね。危なくなったらアイテム使って回復とか、そういった役をリディアにやってもらいましょうか。今 HP が危ないのはエッジかな。コメント今ね、いつの間にかいただいてますね。風なんですかね、ちょっと
熱が出たっていうわけではないんですけど、喉が痛いっていうのと、あと鼻水とかも結構出てましたので、風邪に近い症状かもしれません。エッジとカインのブリンクが剥がれてるので、ローザにちょっとかけ直してもらいましょうか。魔法全体化のデカンタアビリティを今、ローザにつけていますので、本来だったらブリンク全体掛けができないんですけど、まあ補助しやすくなりましたね。ついでなんでヘイストも全体掛けしておきましょう。これでまあ攻撃のペースが上がりますからね。リディアがちょっと危ないので、エクスポーションを使っておきます。そうですね、ダークバハムートを削っていくならやっぱり地道にいいということになっちゃいます。召喚とかでダメージ与えられたら、一気に HP も減らしていけるんですけどね。召喚に対してのカウンターが全体攻撃のメガフレアですから、今回に限ってはもう使用厳禁となります。ダークバハムートは何だろう、生属性に対して耐性があるのか、今セシルが持ってるエクスカリバーの攻撃だとちょっとダメージが入りにくいですね。地味に味方のブリンクが剥がれてるので、そろそろまた全体掛けで貼り直さないといけませんかね。数日見れなかったという方もいらっしゃいますか。1回の配信で、まあ、90分ぐらいプレイしてますけど、まあ、それだけでも結構ストーリー進むときは進みますからね。今回で一応エンディングを見ることにはなりますね。ただ今回で FF4 完結っていうことはなく、まあ、次回の配信でもうちょっとお楽しみ要素とか、あと裏ボスですね。その辺の攻略をして、もう FF4 完結ってしたいかと思っております。回復まで仕上がるんですね。4200。セシル、カイン、エッジ3人が殴ってやっと5000に届くぐらいですから、1回回復されるとだいぶ時間食っちゃいますね。強い矢はアルテミスの矢かな。見つけましたね、確か。ただまあローザは弓矢で戦わせることはあまりしないと思います。繰り返しの解説になりますけれども、ダークバハムート戦に関しては基本男3人が殴っていくってことになりますね。魔法に対しては痛いカウンターが飛んでくるので使用は厳禁です。エッジがちょっと危ないかな。エクスポーションをエッジに使ってあげましょうか。やっと倒せましたね。ちょっと戦闘のペースが遅いというか長引いちゃいましたけど、まあ、なんとか戦闘不能者が出ることなくダークバハムート撃破できました。じわりじわりとレベルが上がってますね。そしてラグナロクゲットしました。今セシルが装備しているエクスカリバーよりもさらに強い武器ですね。早速持たせましょう。ラグナロク、攻撃力が150ですね。結構強いですけど、これでもスーファミ版とかと比べると、下方修正されてるらしいです。命中が110なので、まあ、よっぽどのことがない限り、
攻撃を外す心配はありませんね。まあ、ただこのラグナロク、やっぱりさっきのエクスカリバーと同じで、聖属性の剣ですので、ダークバハムートとか、あと雑魚敵として登場する暗黒魔導士ですね。その辺にはダメージが通りにくいです。耐性がある敵に対しては、ディフェンダーとか、そういう属性のついてない剣で切りつけていくのがいいですね。さあ、じゃあラグナロク回収できたので、ダンジョンの奥まで進んでいきましょうか。一通りダンジョンの宝箱回収してラスボス撃破ってすれば、まあ多分ちょうどいい尺になるんじゃないかなと思いますけど、一応今回の配信もですね、いつも通り12時頃までを予定しております。ラグナロクは本当に威力が高いですね。カンスト近いダメージが出せてました。もうみんなそろそろレベル70に達しそうですね。以前の配信でもちょっとだけ解説しましたけど、 FF4 ではですね、レベル70になるとそれ以降レベルアップするした時の伸びるパラメーターっていうのは、そのキャラがセットしているデカントアビリティによって変化します。カウンターをセットしてると攻撃力が上がりやすいとか、そういう感じですね。なので組み合わせ次第によってはリディアやローザを力99にまで育てたり、そういったことも可能になります。一種のやり込みですね。デカントアイテムは2周目以降に引き継げるので、まあ、しっかり育成するなら2周目以降になりますけど、前回の配信ではこっち側のルート通ってきたわけですけど、奥に進むならこのマップの真ん中ですね、この階段登っていく必要があります。ここは最初から埋まってますね。暗黒魔導士セシル絶対殺すマンだったやつですね。この敵も聖属性に耐性があるので、エクスカリバーとかラグナロクの攻撃は通りにくいです。聖属性に限らず属性攻撃はほぼ全て耐性持ってますね。こいつはクエイクとか、あとメテオとか、その辺じゃないとまともにダメージが入りません。今となってはまあ割と安全に倒せますけど、ここに来たばっかりの時は毎回セシルがやられてましたね。みんな成長しました。通常戦闘 BGM、FF4 の BGM、戦闘 BGM だけに限らず結構人気の曲が多いですよね。セシルレベル70になりました。スーファミ音源の方が好きって方も結構いらっしゃいますけどね。ここの宝箱でミネルヴァ・ビスチェ、女性用の防具ですけど、まあ、こいつらを倒せと、まあ、レッドドラゴンとかその辺が出てくるよりはマシですね。ミネルヴァ・ビスチェはどっちに装備させましょうかね。聖属性に耐性のない敵だったら、まあ、さっきみたいに一発で6000以上ダメージが入りますね。ラグナロクは本当に強いです。作中最強の聖剣ですね。ちょっと HP 回復しときましょうか。セシルはですね、引きつけるっていうデカントアビリティをセットしていますので、単体攻撃はほぼ全てセシルが受けてしまいます。なんで HP も減りやすいですね。
地下渓谷、地下7階、もうあと少しで最奥部までたどり着く感じですかね。不意打ち、美味しい骨が出てきました。倒しやすい割に経験値が結構入りますからね。ラグナロクでも弱点をついて結構ダメージが入ります。オートにしとくだけで簡単に倒せちゃいますね。すいません、まだちょっと喉が痛いんですよね。ここにもセーブポイントありますね。宝もありますけど、宝取った上でセーブしときましょうか。コテージ、あ、これで休んでいけと。そういえばさっき手に入れたミネルバビスチェを装備させていませんでした。ミネルバビスチェ装備すると力もろもろが上がりますかね。ただ魔法に関係するパラメーターが下がってしまうので一長一短ですかね。男には装備させられませんし、装備させたくもありませんし、まあ無知とか弓矢とかそういうのを持たせて物理攻撃で戦わせるっていうんであれば、ミネルバビスチェ結構便利な防具ではありますね。せっかくコテージを拾ったのでコテージ使って回復した上で一回セーブしておきましょうか。セーブしときましょう。ここまで来ればもうあと少しでラスボス戦です。ラスボス戦なんですが、寄り道もありますね。ここ一番奥に槍が祀られていますけど、まあ、これがカインの最強武器ですね。聖なる力を秘めし込む槍、求めるものは滅びるがよい。めっちゃ喧嘩売られてますけど、プレイグ、プレイグの行動パターンは変わってるので有名ですね。最初に死の宣告、全員にかけてきます。このカウントがゼロになる前にプレイグ削り切らなければいけません。 HP が 33,333 だったかな。死の宣告をかけた上でですね、次にこちら全員に対してヘイストをかけてきます。来ましたね、ヘイスト。補助してくれてるように見えますけど、まあ、こちらが素早くなる分死の宣告のカウントの減りも早くなります。まあ、早く死ねってことですね。死の宣告ヘイストをかけたら今度は自分に対してプロテスとかシェルを使って身の守りを固めるんです。いやらしい敵ですね。死ぬまでじわじわとこちらを見つめてくるいやらしい敵なんですけど、こちらのレベルも結構高いですからね。レベルと装備が十分であればこうしてオートで放置してるだけでも削り切れます。万が一削り切れず全員が死の宣告で倒れたとしても、今カインにですねフェニックスっていうデカントを、あら、もう倒した。思った以上に早く倒せてしまいましたね。まあ、HP がそんなに高くありませんからね。さっきのダークバハムートの半分ぐらいだと思います。めでたく、みんなレベルアップしましたね。ノーダメージです。こちらに対してダメージを与える攻撃っていうのは使ってきませんからね。というわけで、カインの最強の槍、ホーリーランス、手に入れることができました。戦闘中に使うと、白魔法のホーリーが発動しますね。ただカインは、その辺の、なんだろう、知性とか精神が高くないので、大したダメージは出せません。普通に槍でついた方がいいですね。命中110ですので、ま、よっぽどのことがない限り外す心配もありません。
ホーリーランス強いといえば強いんですけど、まあ、セシルのラグナロクとかと同じでですね、生属性の攻撃になりますので、耐性がある敵に対してはダメージが通りにくいです。耐性がある敵に対してはグングニルとかそういう無属性の武器を持たせるといいですね。あとこの部屋、宝箱が2つありますけど、調べる前に、ローザの防具をねじり鉢巻きにしておきましょう。ねじり鉢巻き、混乱を防ぐ効果がありますので、まあ、これが大事になってきます。聖なる力に守られし、リボン、貴様らの手には渡すわけにはいかん。出ました、ここでも。リボンを守る、ルナザウルスですね。スーファミ版とかだと2体この敵出てくるんですけど、まあ、リメイク版では1体だけです。まずはルナザウルスにリフレクをかけてやりましょう。リフレクをかけて、かかっていない状態ですと、こちらに対して臭い息をバンバン吐いてくるんですね。ルナザウルスがリフレク状態になっていれば、自分に対してバイオを使って、それを反射するっていう攻撃がメインになります。リフレクがかかっていない状態だと、もう臭い息で、パーティー全員が壊滅状態になりますので、そこ注意したいですね。まあ、ここまで来たら、あとはもう普通に削っていくだけです。セシルとカインは武器に生属性ありますので、ルナザウルスの弱点をついて削っていきやすいですね。エッジとか他のメンバーはルナザウルスにエリクサを投げてやりましょう。見た目通りアンデッドですので、エリクサを投げれば9999ダメージが入ります。もったいない気もしますけど、長期戦になるとめんどくさいですからね、こういう敵は。ローザー回復をしてもらいましょう。ラグナロクのダメージ結構入りますね。エリクサー2個投げたので、あとはもう普通に殴っていくだけで倒せますかね。こいつの HP がだいたい5万ぐらいです。もう倒せましたね。お疲れ様でした。ピンクの尻尾が手に入るのは前回の配信で紹介した小部屋ですね。赤い牙が入った宝箱のある小部屋ですけども、そこでアラーム使うとピンクの尻尾を持った敵が出てきます。リディアもレベル70になりました。さあ、ルナザウルス倒したので、ここでリボン手に入れることができました。2人分ですね。リボン、後の FF シリーズでもおなじみになってますけど、状態異常やら属性やらに耐性をたくさん持ってますので、まあ、装備させておいて損はありません。ちょっとさっきの戦いで MP 消費してはいますけど、まあいいや、このまま行きましょう。装備は十分揃いましたね。レベルアップ、レベル70まで行ってれば十分ラスボスも倒せると思いますね。普通ならまあ60ぐらいあればいいって言われてますけど、今セシルがレベルハントっていう経験値多めにもらえるデカンタアビリティをセットしていますので、まあ、他のメンバーもみんなレベルが上がりやすくなってますね。ブルードラゴンよく出ますね。吹雪が痛いんですけど、なるべくカインには槍を持たせたいですね。さてさて、マップが埋まったらもう奥行きましょう。もうここまで来たらマップ踏破狙いながら奥まで行きたいですね。クワールのヒゲ、何の効果でしたっけ。雰囲気が変わりましたね。地下8階に来ると
これまでの洞窟の中とはちょっと違うような場所に出ますけれども、ここに来るとベヒーモスが雑魚として出てくるんですね。ベヒーモス以外にもですね、ボスクラスの強さの敵が当たり前のようにエンカウントします。まあ逃げることができますので、まあ戦っても時間がかかるだけですし、基本逃げるのがいいですね。フェイズ出てきましたね。この敵と出会うのは初めてなので、とりあえず一回だけ戦ってみましょうか。フェイズ、トラウマって人もいるんじゃないですかね。見た目がまずちょっと不気味ですし、もちろん強さも結構なものです。リフレクを使ってきますね。まだ今のところ攻撃は控えめですけど、この敵も生属性効きにくいやつですね。ラグナロクやホーリーランスの攻撃がダメージが通りにくいです。ディフェンダーや飛竜の槍なら、まあ、削りやすいんですけどね。ホーリーが飛んできました。フェイズはリフレクを利用してこちらに魔法攻撃を使ってくるめんどくさい敵ですね。倒すことはできましたけど、まあ、ホーリー一発の威力が見ての通りかなりのものです。倒しても経験値がうまいってことはありませんからね。まあ珍しいアイテムを落とすこともあるといえばあるんですけど、基本的には逃げることをおすすめしたいです。逃げましょう。まあ一回倒しましたからね。これで逃げられないなかったらって思うとげんなりきますよね。逃げられるだけまだ親切です。 FF2 のソウルオブリバースとか出てくる敵がめちゃくちゃ強い上に逃げられる敵が全くいませんでしたからね。出会ったらやるかやられるしかしかありませんでしたよね。逃げるとまあお金落としちゃいますけど、もうこれ以降お金使う場面というのもありませんので、まあ、気にせずどんどんお金はばらまきつつ逃げていきましょう。さてここ刀が祀られてますね。エッジの2本目の刀ですけれども、取ってみましょう。妖刀正宗が貴様たち青き星の民などに扱えると思ってか使います。タイダリアさん、リヴァイアさんの親戚ですかね。行動パターン決まってます。まず開幕でいきなり大津波来ますね。大津波耐えられたら、まあ、すぐに回復しつつ削っていけば大丈夫です。リリアは召喚魔法を使いましょう。野郎3人は普通に切りつけていけば大丈夫ですね。バハムと呼びます。タイダリアさんはですね、まあ、見た目通り雷は効くんですけど、雷系の攻撃を使うとワールっていうトルネドみたいな魔法で反撃してくるので、まあ、使わない方がいいですね。こいつも生属性に耐性持ち、削りにくいです。エッジは手裏剣使い切りましょう。ここでカインもジャンプさせていいですね。槍持ってますので。
ちは手裏剣。ローザはとりあえずシェル全体がけでもしましょうか。津波のダメージ結構大きいですからね。カインが今ジャンプ中なのでシェルがかかりませんでしたけど、まあ大丈夫でしょう。カインならきっと耐えてくれるはずです。セシルはちょっと危ないかな。エクスポーションでも飲ませてあげましょう。ケアルダ全体がけの方がいいかな。逃げたらギル落とす仕様は、そうですね、4が最初ですけど、FF9 でも例えば、トンズラ使うとお金落としましたね、確か。普通に逃げる場合には落としませんけど。とか言ってたら、タイダリアさん倒せましたね。めんどくさい攻撃っていうのは使ってきませんね。火力が高いですけど。撃破できました。レベル72。レベル70以降は本当に、まあ、さっきも解説しましたけど、セットしてるアビリティによって何が伸びるか変わりますので、まあ、今後セシルはどんどん力が伸びていくんでしょうね。というわけで正宗ゲットです。正宗 FF7 のセフィロスも持ってる刀ですね。曰く付けの刀ですけど、とりあえず早速持たせましょう。最強の二刀流になりました。回復もして MP はこのままでいいですかね。じゃあ行きましょう。マップの左上あたりが埋まってないけど、もういいや。フェイズからは逃げます。ホーリー怖いんですよ。透過レーザー、透過レーザーもなかなかの威力ですけど。ひゃー、 HP が半分ぐらい持ってかれましたね。もうこんな雑魚敵が当たり前のようにエンカウントしますからね。逃げます。もうちょっとだけこのダンジョン続きますかね。先に言っておくと地下12階が、まあ、最深部となります。それまではもう出会った敵からは逃げつつ進んでいくしかないですね。とりあえずダメージ受けたら回復して、まあ、引き続き進んでいきましょう。宝箱回収できそうなら回収したいですね。エリクサいいですね。最終決戦でお世話になるでしょう。ベヒモス、もう見飽きましたね。ナインのトンズラでギルを落とす、落としましたよね、確か。確か落としたと思うんですけど。でもまあ普通に、なんだろう、トンズラ使わずに逃げる分にはギルの消費っていうのはなかったと思いますね、ナインは。金の砂時計、超レアですけど。銅の砂時計がいっぱいありますからね。地下9階踏破、光のカーテン。これはリフレクの効果だっけ？リフレクかプロテスか、どっちかでしたね。先制攻撃？じゃあ先制で逃げます。先制できてないじゃん。思い切り透過レーザー撃たれてるじゃないですか。
933ギル落としました。月の中心核にお金をばらまいてますね。まあでも手持ちのギルいっぱいありますし、いくら持ってたところでもうお金を使う場面っていうのはもうありませんので、気にせずお金を落としていきましょう。宝はこっちか？近く。下ですよね。風魔手裏剣。手裏剣の中でも特に強い手裏剣。風魔手裏剣。お店で買おうとすると1個2万ギルとか、それぐらいしますね。初期のスーファミ版とかプレステ版ではアイテム増殖の裏技でも使わない限りそう滅多に投げられないような手裏剣でした。まあ投げるだけで言ったら包丁を投げた方が強いんですけどね。エリクサもう一個ゲットできました。ルナザウルスでエリクサ 2,3 個使っちゃったので、ここで回収できるのはありがたいですね。マップの左が埋まってない。もうちょっとで埋まりそうなら埋めておきましょう。あとは出口か。逃げろ、透過レーザーが来るぞ。リフレク使ってる間に逃げましょう。フェイズ怖いですね。見た目も怖いけど、透過レーザーとかホーリーの威力も高いので、そっちの意味でも怖いです。先制攻撃でもまた先制で撃たれるんでしょ。リフレク撃たれませんでした。地下10階を通破。星の砂3個ほうほう。プリン狩りには使えますけど、もうここまで来たらプリン出ませんからね。こっちかな。あれ、初めて見る方が。ゼムスマインド、なんか燃えてるような敵ですけど、相手にはしません。めんどくさいんで逃げます。セシルが結構殴られちゃいましたね。地下11階、ここを抜ければ12階で、まあ、いよいよラスボス戦になりますね。配信の尺が余るかな、まあ、どうなるかは私の腕次第ですかね。不意打ち。ゼムス様、報告。さっきの色違い、出ましたけど。ゼムスブレス。まあ、逃げられるんで、逃げましょう。よし、じゃあ行きましょう。地下11階等は、月のカーテン3個。12階行きました。奥へ進む前に最終調整ですね。HP プラス50のデカントをセシルに使っておきましょう。死亡フラグを立てようとした兵士からもらったやつですね。この後戦うラスボスはですね、物理攻撃を一切使ってきません。なのでカウンターを装備している意味はありませんね。代わりに、さっき覚えた HP50% をつけて、レベルハントもいいですね。経験値が入らないので、白魔法をつけて、まあ、もしもの時のために動けるようにしておきましょう。ぐらいでいいかな？一応、並べ替えだけしておきます。あとは、大丈夫かな？
デカントまだ使ってないのいっぱいありますね。一応使ってなくても2周目以降に引き継ぐことはできるんですけど、どうしたものか。2周目でですね、カインに暗黒を使わせたいので、今のうちにじゃあ暗黒を覚えさせてあげましょう。セットもしておきましょうかね、せっかくですから。ラスボス戦で使うかどうかは別として。行きましょうかね、最終決戦。こっからちょっとイベントシーンが多いので、まあイベント中は私黙っておくことにします。ゴルベイさん、不遂や。イベント戦ですけど、これは先にゼムスを倒しに来ていたフースーヤとゴルベーザが、黒幕であるゼムスと戦っています。スローが効く。魔法メインで戦ってますね。もう引き取りできちゃう。パワーをメテオに。いいですとも。FF4 ファンではおなじみのセリフですね。いいですとも。あまりにこのセリフ愛されすぎて、ディシディアにまで収録されました。ダブルメテオ。ダメージ限界突破してますね。99,999。この身が滅びようとも、魂は。不滅。あっさりやられました。勝った。ファイナルファンタジー4缶、お疲れ様でした。倒した。愚かな。素晴らしい力を持ちながら邪悪な心に踊らされおって。ヤッホー。おお、そなたらも。一足遅かったか。俺がぶちのめすはずだったのによ。セシル。セシル。私の手で消し去ってやる。消え去れ、ゼロブス。まあそう簡単には終わりませんよね。ゼロブスの意志が増大したという、まあ、凶悪な思念というか、ゼロムスとなって新たに現れました。やつにメテオは効かぬ。クリスタルを使うときじゃ。クリスタル。暗黒の道を歩んだお前がクリスタルを使おう。輝きは戻らぬ。ただ暗黒に回帰するのみ。死ね。毛玉とか言われてますけど、うん、
スーファミ版とかだと、まあ、なんだろう、横から眺めたような姿になってますけど、こういうリメイク版だと、毛玉ですね。苦しむがいい、滅びるがいい、全てを消滅させるまで、我が道を外す。今度はお前たちの番だ。くれない、我が暗黒の中へ。チョロ、あんちゃんたちが。今こそ彼らの、いや、この大地のために祈る時、パロム。ホロム、皆の祈りをわしらがセシル殿のもとまで届けるのじゃ。セシル殿、今こそ本当の勇気を。わしらが待っとるんじゃ。無事に帰ってください。この大地のためにも。立ち上がって、私たちも祈っています。しっかりしろよ、アンちゃん。セシルさん、皆さん。月よ、我らの祈り受け取りたまえ。ね、兄さん。セシル、これをお前が。ゼロムス、負けるわけにはいかない。クリスタルを受け継ぎ、セシルがゼロムスに立ち向かいますけれども、行きますね。死んでしまったテラさんもみんなのために祈ってくれてますね。クリスタルに託すのだ。セシルはクリスタルを使うことでゼロマスの正体を暴くことができるかもしれないですね。使ってやりましょう。クリスタル、クリスタルを使ったことで正体が。現れました。行きましょう。ファイナルファンタジー4の最終ボス、ゼロムス戦ですね。
一気に削っていきます。とにかく補助優先ですね。凶悪な攻撃はどんどん飛んできますけど、補助を重ねておけばなんとかなります。エリクサーとかそういうアイテムも惜しまず使いたいですね。さっきエッジはラスボスゼロムスからダークマターを盗んでおきました。これが後々大事になります。2周目で使うやつですね。ですね、ダークマター盗んでおかないと裏ボスと戦えませんからね。召喚魔法に対してですね、この全体ヤスピルを使うようになりました。スーファミ版 PS 版あたりではこういうカウンターはなかったんですけど、ちょっとだけ戦いにくくなってますね。エッジは風魔手裏剣をひたすら投げていきます。ゼロムスがブルブル震えたらみんな防御するかジャンプするなりして守りを固めましょう。ビッグバーンが来ますからね。全員防御してますけど、リリアは耐えられませんでしたか。リリア防御してませんでしたね。そういえばブラックホールで魔法効果が消されるのか。じゃあシェルとか使ってもあんまり意味なかったかもな。ローザがちょっと HP 危ないですかね。回復してあげましょう。リリアはもう使えるだけバハムートを使って削っていきます。アスピルのカウンター来ますけどね。万が一全滅しても、今カインにフェニックスのデカントをつけているので、まあ、カイン以外は全員復活できますね。まあ、スキル結構使ってきますね。まだ MP に余裕はありますね。精神波も使ってるし、今のところは大丈夫。風魔手裏剣あと2回ぐらい投げられますかね。うん、ビッグバーンの予備動作防御しておきましょう。またリディアがやられるかな。これはん耐えた。リディア強い子。エクスカリバーを投げてやりましょうか。風魔手裏剣とかもありますけどね。メテオ、ゼロムスがメテオを使ってきたってことはそろそろ倒せますね。カインがやられましたけどフェニックスで復活しました。便利ですねこのデカント。カインが生き返ったらエーテルドライで MP 回復してあげましょう。カインの MP0 の状態だとフェニックスが発動しないので、復活したらすぐにエーテルも使ってやる必要があります。割合ダメージなので
いきなり死ぬってことはないと思いますけど。倒した。満身創痍ですけど勝てましたね。ゼロムス、強いミジンコでした。カインがフェードアウトしたままですけど。見事じゃった。そなたらがあれだけの力を秘めているとはな。青き星の民はもう我ら月の民を超えたのかもしれん。いや、その通りかもな。しかし、ゼロムスが最後に残した言葉。邪悪な心がある限り。邪悪なる心は消えはしない。どんなものでも聖なる心と邪悪なる心を持っている。クリスタルにも光と闇が、そなたらの青き星にも地上と地底があるように。しかし邪悪な心がある限り、聖なる心もまた存在する。ゼムスの邪悪に立ち向かったそなたらが聖なる心を持っていたように。いや、そこまで褒められっとさすがに照れるぜ。何言ってんの、あんたなんかゼムスに利用されなかったのが不思議なくらいよ。俺は正義を愛してるからな。さて、そろそろ私も眠りにつかねばならない。そなたらはどうする？僕らの星へ戻ります。みんなが待っているんです。そうか、素晴らしい仲間を持ったな。また会える日が来ることを楽しみにしているぞ。私も一緒に行かせてはもらえませんか？お主もか？ええ、私は戻れません。あれほどのことをしてきたのです。それに父クルーへの同胞である月の旅の人々に会ってみたいのです。そうか、お主にも月の民の血が流れておる。だが長き眠りになるぞ。ええ、兄と呼んでくれたな、セイシェル。許してくれるはずもないか。今までお前たちを散々苦しめてきた私だ。我々は眠りにつく。青き星の平和を願っておるぞ。さあ参ろう。はい。セシル。いいのか、行かせて。お兄さんよ。さらばだ。セシル。さよなら、兄さん。
ップしないといけないやつだ。喋るタイミングがなくなりつつあったのでちょっと安心した。今日の修行を始めよう。戦いが終わった後ですね。パルマはどうした。さてはまた。その時俺は得意のプリサブでありましたね。そんな場面も長老がギンギンでいらっしゃる。何度言ったら分かるんじゃ。テラを目指すなど10年早いわ。テラさん、レベルがいくら上がっても90から上がりませんでしたけど、 MP が呪文の書き取りじゃ。自業自得よ。エッジは、王位継承者としての自覚が足りんのです。分かってるって。分かっておられたら娘どもの尻なぞ追いかけずにですな。返事は一度で結構。でもよリリア、こっちの世界におめえほどの女はいやしねえよ。すっかりリリアに惚れていますね。した娘だ。リリアも幻獣館に戻ったんですね。まさかここにまた戻ってくるとは。リリア好きだ、結婚してくれ。違う。どうして僕には牙が生えてるの。僕もリリアと一緒がいいな。人間も幻獣も一緒。限界が楽しみですわね。何しろ美人じゃからな。リディアはワールドオブファイナルファンタジーにも出ますからね。ちょっと楽しみですけど。ヤンさんは今やお前も王妃だろう。あんたは予算か。ヤンさんついにファブール国の王様になりました。堅苦しいのは嫌いだよ。まあ、フライパンでぶん殴って起こすような奥さんですもんね。行くぞ。ヤンさんは王様になっても相変わらずって感じですね。そういうな、ヤンならば新たなファブールを作ってくれる。ヤンさんが王様なら安泰でしょう。ヘタレだったギルバートもダムシアンの復興を目指してるみたいですね。パラディの歌を聴かせてよ。ただし今日の仕事が終わってからだ。お城を元に戻したいだろう。きっとだよ。ギルバートは人気なんですね、ちびっ子から。ドワーフの人たちも資材が足りないラリー。戦車を潰せ戦車を。もう戦も起こらん。いい知らせ。シジュードのトローザ殿がバロンの王と王妃になるそうじゃ。めでたい。カインの心中やいかに。まあ戴冠式に我らを招待したいと知らせが来ておる。やったぜ。サポってるラリ。王様は戦車を潰せ。ラリフォーカイン、セシル、ローザ、今の俺にはお前たちを祝福する権利はない。この
の試練の山で腕を磨き、父を超える竜騎士となった暁にはバロンに戻りそうな気がする父リチャード・ハイウィンドですけど、 FF2 のりっちゃんもなかなかの強キャラでしたね。あ、どうした？コリオさん、アガルトの町にいた天文学者の人ですね。コリオさん、月を観測してるとか言ってた。月の様子がおかしいということでしたけど、二つあった月の片方が青き星を離れて宇宙の遠くへ向かっていきましたね。ありましたね、ファイナルファンタジー4スマートフォン。エンディングまで来るのに12回ですかね。
あんまり寄り道したつもりはなかったですけど、なんだかんだで10回超えてしまいましたね。いかがでしたかね、ここまでご覧になって。ご覧の通り、私がプレイしたのは 3D リメイクですね。もともとファイナルファンタジー4はスーパーファミコンでリリースされたゲームでしたけど、任天堂 DS で 3D リメイクされ、それがさらにグラフィックなどが綺麗になった上でスマートフォンに移植されたというものなんですけれども、この 3D リメイクはプレイ動画とか配信やってる方はやっぱりスーファミ版とかと比べると少ないですよね。まあなので、なんというか、どっちかというと数の少ないこちらをプレイすることにいたしました。まあ、グラフィックもそうですけど、まあ、なんだろう、キャラクターに声がついたりして、まあ、よりキャラ一人一人に愛着持ってもらえるかなっていうのもありましたからね。3D リメイクされたことで、まあいろいろ追加要素もありますし、やり込みの深さっていうのはだいぶ増した気がします。難易度も上がってますけどね。月のあたりからもう敵の強さのインフレっぷりが恐ろしいですもんね。まあ苦労はしましたけど、なんとかクリアできました。ただですね、この配信最初から見てた方はもうお気づきの通り、私がプレイしてるのは FF4 難易度ノーマルの方ですね。最初に難易度ノーマルとハード選ぶことができますけれども、ハードだと、まあ、敵から受けるダメージが多くなったり、まあ、そういった意味で難易度が全体的に上がっております。ノーマルなので、まあ、ぬるいって思われるかもしれませんけど、実際プレイするとノーマルでもなかなかきついですよ。ハードは余力があったら頑張ってみたいですね。主題歌、そうですね、 FF4 リメイクされて主題歌がつきました。その主題歌もこの後流れます。流れてる間は黙っときましょうかね。綺麗な歌ですし、ここでキャストさんが見覚えのある名前結構あるんじゃないですかね。もう残念ながらすでに亡くなっている方も何人かいらっしゃいますけど、イングリッシュバージョンのキャストとかも出てるんですね。英語版だと私はあまり詳しくはありませんけれども、ノリオ若元ってイングリッシュ版のキャストにも出てるってことは、なんだろう、海外版でも若元さんはルビカンテの声を当てていらっしゃったんでしょうか。どうなんだろう、後でちょっとウィキペディアを開いてみましょう。マジだとしたらすごいですね、若元さん。主題歌「月の明かり」というのがラスターフロール出ていますね。ボーカル飯田恵さん、コンポーダープロデューサーは上松信夫さん、福井健一郎さんのアレンジ方法。この後流れますので、
エンドということでエンディング終わりましたね。ファイナルファンタジー4、ここまでご視聴いただきありがとうございました。2つの月を、セシルのお父さんお母さんとゴルベーザ、セオドール君が見守っていますね。感慨深いエンディングというか、とりあえずここでファイナルファンタジー4の物語は終わりました。長い物語でしたね。楽しんでいただけましたでしょうか。私の配信で FA4 の魅力十分伝えられたと、伝えられてたらいいんですけど、ここで久しぶりにこいつ出てきましたね。無職。FF4 をプレイしていただきありがとうございました。どういたしまして。この後ですが、おまけとしてデカンタービリティとレアアイテムを引き継いだ状態で、もう一度プレイすることができます。やったぜ。2周目ですね、いわゆる。もしプレイされるようでしたら、この後の画面でセーブをしてください。全部で3周プレイできるようになっているので、デカントの引き継ぎなどいろいろ試してみてね。そうそう、クリアデータは最初からのプレイにしか使えませんので、ご注意ください。それでは、またどっかで。また、会いましょう。デカントアイテム限界突破を手に入れた。限界突破。これをセットしておくと、与えるダメージ5桁出せるようになります。とりあえず、スロット3にセーブしておきましょう。クリアデータを。クリアデータから始めると FF4 物語最初から始まりますね。せっかくなんでロードしましょうか。スロット3、ステータスが一番最初ですね。暗黒騎士だった頃のセシルに戻ります。始めてみましょうか。難易度選べますね。ノーマルとハード。ハード、いや、ハードでやってみましょう。やりませんけど。ハードでもう一回最後までやりますっていう配信はしませんけどね。オープニングのムービーも。2周目は特に変わりませんね、この辺は。部隊長、次期バロンに到着します。ああ、やはり部隊長も。いくら命令とはいえ、罪もない人からクリスタルを。最初はそう、セシルも。バロン王に扮したカイナツオに騙されて、ミシディアからクリスタルを奪ってしまったんですよね。部隊長、我々赤き翼は誇り高きバロン王国の飛空艇団、か弱き者から略奪をするなど。やめるんだ。しかし部隊長、ミシディアの魔導士たちは無抵抗でした。我々は彼らを。いいかみんな、クリスタルは我がバロン王国繁栄のためどうしても必要なのだ。ミシディアの魔導士たちはクリスタルの秘密を知りすぎているとの陛下のご判断だ。我々はバロン王国飛空艇団赤き翼、陛下の命令は絶対なのだ。部隊長。陛下の中の人、部隊長、カイナツオでしたけどね。この戦闘シーンも懐かしいですね。最初の戦闘なので難易度ハードとはいえチュートリアルみたいなものですけど、もうこの時点ですでに敵がハードモード仕様になってます。ノーマルだとこの辺、一発の攻撃で倒せましたけど、一撃では落とせなくなってますね。こちらが受けるダメージもだいたい 1.5 倍ぐらいに増えてます。このまま最終ダンジョンまで行くとどうなるんでしょうね、難易度ハードは。みんな無事か。はい、はい、しかし近頃魔物の数が。確かにあまりに多すぎる。何かの前触れでしょうか。間もなくバロンに到着です。よし、着陸態勢に入れ。はっ。
2周目に入ったところで、まあ、ストーリーに新たな展開があるとかそういったことはありません。本当に何だろう、最初のプレイで手に入れたデカントアイテムとか、あとは金のリンゴみたいな一部のアイテムですね、そういうのを引き継ぐだけです。マップの踏破状況とかも2周目以降には引き継がれますね。なのに2周目以降というか、1周目に例えばマップ全部埋めていると2周目以降は各マップの踏破ボーナスがもらえなくなったりもしています。その辺は計画的にプレイしていくしかありませんね。クリスタルを、まあ、王様に、カイナツ王に渡すわけですけど、陛下の前でご無礼な。レーガンはもうこの時すでに魔物にされてたんですかね。まあ最初からこの王様に化けたカイナツオはセシルを追放するつもりだったのかもしれませんね。厳重討伐のボムの指輪を届けるのだっていう。最初の方は FF4 暗い話が多いですからね。2週目とかやってると、あ、この先の展開があってちょっと暗い気分になるかもしれませんけど、ボムの指輪を押し付けられ、ま、ミストの村へ行ってこいと、そういう話でしたね。海まで巻き込んでしまっている。今日はゆっくり休め。ここでやっと操作ができますね。2周目のデータ今使っておりますけれども、金のリンゴ、銀のリンゴ、相馬の雫、まあ、最大 HP、MP を増やすアイテムっていうのは使わずに取っておけば、まあ、次の週に引き継ぐことができますね。大事なものを見るとこのデカントアイテム、使わないで取っておいた分のデカントアイテムですね、こんな感じで引き継ぐことができます。あとはラスボスから盗んでおいたダークマターと、一回クリアしたことでおまけとして手に入った限界突破のデカント、これも使えるようになっています。アビリティに関してはあらかじめ使っておいたデカントアビリティもう最初からセットできますね。レベルハントを覚えさせておけばもう次の週の最初からレベルハント、ギルハントで稼ぎやすいプレイというのを楽しめるようになってます。まあ、ただ3週目までしか引き継げませんからね。それ以降はもうその週で手に入れたアイテムを使ってやりくりしながら攻略していくしかありません。2週目の要素紹介はこんなところですかね。まあいろいろ喋りたいこともありますけど、残った部分っていうのは次回ですね。今回の配信でラスボス倒してエンディングまでお見せすることはできましたけれども、リメイク版の FF4 はですね、裏ボスが2体存在します。その2体の裏ボスを次回の配信で倒しに行きたいですね。配信するとしたら、今日行けるか ?21 日。行けそうだな。21日夜10時半よりですね、このファイナルファンタジー4のおまけ要素紹介枠というのを設けまして、あそこで裏ボスと戦うっていう感じにしようかと思います。それが終わったら、もう晴れてファイナルファンタジー4配信は完結っていう風にしましょうかね。とりあえず、今回の配信はここでおしまいにいたします。もう12時過ぎちゃいましたからね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。